いいかよく聞け。俺はハル様なんざ知らねえ。下手人なんぞでもねえ。分かったか。ああ面目ない。なことより家康暗殺ってな、一体何の話だ。ああ沢山での捜査中に盗み聞き、いや小耳に挟んだんです。声の主までは分かりませんが。沢山、まさか石田が家康を。こうしちゃいらんねえ、急げ野郎ども。進路は沢山だ。ところで、え、まだなんか言うかい。あなた本当の本当に下手人じゃないんですよね。実はしらを切ってるとか黒なのに。なんだ。進め。家康暗殺か。いくら豊臣でも穏やかじゃねえ。まずは調べてみるか。招かれざるお客さんってやつか。ま、俺がやつ。ちょいと俺と七番勝負ってのはどうだい。俺は範に張った。さあさあ財を振っておくんな。こちらさんの勝ちか。まあいいさ、次だ次っと。おお、お体に力がみなぎっているようですぞ。次もこの調子で参りましょう。二番勝負だ。マジ半端ねえの半でどうだ。一体石田の野郎はどこにいやがる。姿が見えるようだな。左近の動きを真似ようとも愚足が邪魔であるな。誰にも腰抜けなんて言わせない。なかなかやるね。でもそれが続くと思うなよ。どうやら思わぬネズミが罠にかかったようです。一つの使い、皆さんまとめて弔って差し上げます。何か雑天界様。半歩譲って俺は半やると。グレンに染まれ最下延長。もしあんたが負けたら守りは忘れて突っ走るってのはどうかな。わあ、誰かいる。誰か来た。天海様。もっと叫んでください。金吾さんを狙ってくれますよ。大丈夫大丈夫、気にしない気にしない。あんたの勝ちだ。国長ここで勝ったら力が倍ってのはどう。やりすぎ。決めた。ハンデどうだ。見下りハンは勘弁してよ。俺が
見事だったよ。あの後は俺たちが。もっと足腰を鍛えろ、足腰を。怪の鬼を食わりちまいな。これで俺も地獄行き決定かね。鬼なんざ怖かねえな。何を食べればあんなに強くなれるのかな。まずだ。あれ、あ、一瞬違う目が見えたような。いや、んなわけねえか。おめえら急げ、戦の分け前がなくなっちまうぞ。ほーら、盛り上がってきたっしょ。五番勝負、残りも少ねえし、ここでドーンと気合い入れてこうぜ。はん、やっぱ蝶に張った。ヤダのカラスの鳴き声を。お悩みならばこちらへどうぞ。あなたの力となりましょう。レバンだ、主人か。往復するわけねえ。みんなを裏切るかよ。あんたを雑魚とは呼ばねえよ。まさかあんた、なんかやってねえよな。さあさあ、キングス、私たちの出番です。一緒に参りましょう。出番って何？そもそも僕たち、なんでここにいるの？食べつ。おい、今日は催し物があると聞いてきたのですが。違うよ、さっきから足がすごくない。どきな、俺は石田に用があるだけだ。それはお相手様です。石田殿はすでにお立ちになりましたよ。天海様、僕様の場名物はもういいから、今日は我慢するから帰ろうよ。石田がいないだと？まさかもう動いちまったのか。何のことでしょう。もしやどなたかをあやめに向かったと。あんたら何か知ってるのか。ええ、知っていますと。この金吾さんが全部ね。そうそう、この僕が全部知ってって。何のこと。全部夢で、目が覚めたら温かい鍋をしてるんだ。そういえば、奥にいるバクトさんならば何かご存知かと思いますよ。ったく、とんだ足止めを食っちまった。結局何もわからずじまいかよ。そんじゃば、次はいよいよ。掴んだ未来もかけなきゃ離れていっちまう。さあ、一発勝負だ。島左近、入ります。お待ちかね、7番勝負。俺とガチンコ対決でどうよ。留守番役はあんたかい。単刀直入に聞くぜ。石田の野郎は家康を暗殺しようとしているのか。はあ、
確かに三成様ってばちっとばかし暗いかもだけど暗殺とか絶対ありえねえってのつーかさ主の留守に城を荒らすとかどうなのよ実際どうなってやがるまるで話が噛み合わねえそろそろ潮時でしょうかねえ天海様家康さんの暗殺ってひょっとしてあのお黙りなさいキングスいつか見てえもんだ大海原の果てをあんたやっぱり何か知っているのか俺抜きで何盛り上がってんのおっとすまねえじゃあこっちはとっとと終わらせようぜハレルとこまで張るつうわけで手は緩めねえぜああもう三成様が戻るまでに片付けないとそろそろ見せてやろうぜ